キヨキヨ VS ハルプパ第2回戦、私がハルプパさんを攻撃する番がやってまいりました。行きたいと思います。私今回はですね、まずハルパパさんの村から見ていくことにしましょう。これですね、前回の配置と違う、もう一緒なんじゃないかっていうぐらい結構似てるんですけれども、結構改良されてますね。ウィズ島の位置であったり、あとは壁の位置、多分おそらく、トラップも非常に改良してきてると思います。私が今回挑む編成はこちらです。ゴレゴです。ゴレゴで、ゴレゴを出しつつ、ゴーレムがサイドに流れないようにホグライダーでサイドカットをしつつ、アーチャークイーンとゴーレムを中心部に向かっていきます。そして相手の、インフェルノタワーがシングルが一つあるので、シングル側から攻めてフリーズ2発で、シングルを抑えつつっていう感じでいきたいと思います。相手の援軍どうせラバーだと思うので、基本ラバーが最強だと思うんですよね。僕、私的にもいきたいと思います。よし、いきます。本当に手が震え、振れ幅が本当1センチ並みですよ、本当に。よし。よし。いきます。ハルパパさん。ハルパパさん、覚悟してください。本当に手が震えてる。よし、おっしゃ、よし、ガチでいきます。ガチでいきますよ。落ち着いてください。よし、12秒になったら攻めよう。いや、11秒だ。勝利の11、勝利の11でいきます。よし、まず、よし、バーネトラップはないですね。よし、 OK。そしてこちらも、バネトラップがないかを確認しつつ、オッケー、これはちょっといきますね。オッケー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 。そしてここおそらくバーバリン、バネありますよね。あ、ない。よし、これでいきますね。よし、オッケー。そしてこれはもう保人狙いなんで慎重にいきましょうね。ゴレ出して、ウィザード出して、そしてゴーレムを中心部に出します。そしてそうですね、そしてホグを、あー、そっち行く、やばい、アチャクイがそれたら終わりだ。そして、巨爆解除とかのためにですね、フリーズ、あ、フリーズ、そっち、あ、ジャンプ忘れた、危ない。じゃ、ジャンプ、あ、もうグダグダやないかい。もうポイズンは、え、どうなってもな、何が何だかわからん、もう。よし、いけるだろ、これいけるな、いけるだろ。え、パーセント足りなくない？え、パーセント足りない、え、パーセント足りないやつじゃないの、これ。タウンホールはおそらく取れます。タウンホールは絶対取れます。ゴーレムが2台残ってますね。いけるだろ、これ。うわ、スケトラはやばい。この中心部の、めっちゃ貯めます。とりあえずもう超貯めます。今だ。どうだ。いけ。もうゴリ押しでいけ、おい。ゴリ押しで、おい、そこ通るな。下いけ、下。そう、下と大工の小屋。お前、そっちやろ。しゃあ、危ねえ。今、深夜なんで、大声で騒げない。マジだ。おな、何やってんの、キヨキヨ、マジで。キヨキヨ。おっしゃ、危な。何これ、どれにするとリンクで。リンクで。見える方がなくて。危な、迷わない。マジ。危ない。本当に危ない。危ないっす。いや、もうめっちゃすごいって、何、全然すごくないっす。あ、違う、もう、謝るんですよ、私はもう、本当に。いやー、危ない。あぶねえ。ということで。いいな、このね、このチャットいいっすよね。そうなんですよ、これ。連打で無理だった。あざっす。
あざす、もうリプレイとか別にもう 50% ですからね、別に見るあれもないんですけれども、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。うわ、まあいいスタート切れたのではないかなと思います。ギリギリでしたけれども撮れました。もうヘッタクソだな、リプレイ見返して反省しまくります。ということでご視聴ありがとうございました。はい、こちらがですね、今あと残り10時間ぐらいですかねの戦況でございます。五右衛門ジャパン VS ハルパパートマーククラクラ TV 33-25でこちらがですね、若干有利ではあります。攻撃回数17回、ハルパパさんの方も16回ということで、まあ攻撃回数にはそこまで差がありません。そして残り攻撃回数もまあこちらが一つ少ないという形でございます。そしてですね、タウンホール10の、私ですね、今、ここ私のね、2回目の攻めはここ、伏せ字になっていると思うんですけれども、こちらのですね、方の結果とですね、私のライブ実況の方は、今日の、9時頃にアップロードされるので、そちらをご覧ください。そして、今回6番までがビンゴさんまでがですね、タウンホール10なんですけれども、まあ、このように、星2をね、まあ、ちょビンゴさん、49% で、惜しくもっていう感じなんですけれども、まずね、最初に、星2取れる人がまず埋めて、で、こう、了解ザウルスさんのようなね、もう星3、イロリンさんのような、星3プレイヤーはもう後に攻めるという形で、チームワークで、勝とうかなと思っております。ということで、ぜひとも皆さん、まあですね、ここで、今ですね、その、五右衛門ジャパンが若干有利ではありますけれども、タウンホールをまたいでの攻撃は今回のルールとしては NG なんですよ。なので、タウンホール9の方はタウンホール9をですね、攻めることに徹することができるので、まだまだわからないと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。